取材ですか？うん、僕がお世話になっている雑誌の編集者さんがどうしても都合がつかなくてね、代わりに僕が取材することになったんだ。どういう内容なんですか？テーマは最近の子供たちの遊び。都会と地方の子供たちの遊びを比較する企画なんだ。ちょうど僕が雛見沢にいるのを編集さんが覚えていたんだよ。へえ。それで前原君たちが仲間と遊んでいるところを取材させてもらえないかな。俺たちですか？うん、君たちの噂はいろいろ聞いているよ。普段からかなり変わった遊びをしているみたいじゃないか。普通に想像されるような田舎の子供たちの記事よりずっと面白くなるような気がするんだけど、ダメかな？俺はいいですけど、ちょっとみんなに聞いてみますよ。頼むよ。少しだけどお礼も出せるからさ。富武さん、無理しなくていいですよ。取材ね。ああ、悪い話じゃないと思うけど、一応全国紙らしいしさ。まあ、圭一さん、ミーハーですわ。そういうわけじゃないよ。うまくいけば、雛見沢の宣伝にもなるんじゃないかと思って。宣伝って？例えば、村おこしのために園崎家肝入りで作った鬼隠し饅頭とかアピールできると思うんだよ。この前、あんまり売れなくて困ってるってミオン言ってたろ？そうだけどさ、みんな恥ずかしくないのかい？ほら、圭一さんは惨めな姿を晒すかもしれませんけど、私たちには何の心配もございませんわ。おうおう、負ける気なしかよ。面白い。帰り討ちにして萌えコスプレをお見舞いしてやら。その言葉そっくりそのままお返しいたしますわ。圭一のメイド姿も全国デビューなのです。リカちゃんもかよ。レナはみんながいいならいいけど。うん、ここは一つ我らが部活を天下に知らしめるのも悪くないか。じゃあ決まりということで。今回は取材に協力してくれてありがとう。とは言っても固くならずにいつものみんなの様子を撮影させてもらえれば大丈夫だから。よろしくお願いします。ちなみに今日の部活は何だい？最初は鬼ごっこです。へえ、意外とオーソドックスなものから始まるんだね。富武も気をつけるのですよ。え、何を？それでは本日の部活を開始する。本日最初のゲームは鬼ごっこ。制限時間内に最後まで逃げ切った者を勝者とする。しかし鬼が全員捕まえることができたら鬼を勝者とする。鬼はくじ引きによって里子。さあ始めるよ。君たちも普通の遊びをするんだね。さあ皆さん、覚悟はよろしくて。里子ちゃん頑張れ。前原君、これは嫌ですね。それは僕も知っているよ。僕が聞きたいのはどうして鬼ごっこに無数の矢が飛んでくるかということなんだけど。トラップだからですね。はあ、相変わらず容赦がないね、里子。あこの程度ご挨拶代わりですわ。せっかく全国紙に掲載されるのにこの程度じゃ私の名前が廃りますわ。二の手に行きますわよ。二の手って何？ユウコさん、どうしたのかな？このこれは爆弾。いや、だから僕が聞きたいのはどうして鬼ごっこで爆弾が爆発するのかっていうことなんだけど。トラップだから。はぁ、あら、今日は皆さん逃げ足の早いこと。取材なのでみんな張り切っているのです。全国紙で集大を晒すわけにはいかないからな。私もテンションが上がってまいりましたわ。そろそろ僕の手を出させていただきますわ。ちょっと園崎さん。何ですか富武さん。このトラップっていうのは何なんだい？富武さん、お腹が減ったんですか？いや、別にそうじゃなくて。じゃじゃーん、そんな時には雛見沢銘菓鬼隠し饅頭はいかがでしょうか。
雛見沢秘伝の製法で作られた飽きのこないお味で、お子様からお年寄りまで幅広くご愛顧いただいております。お土産ご神物にも最適です。いや、おまんじゅうじゃなくて。どうぞお一つ。あ、どうも。鬼隠しまんじゅう12個入りですが、たまに一つ鬼隠しになってます。おっと、危ねえ。だい、でかい。この石は何なんだ。おまんじゅうが潰されてしまった。お問い合わせはその先本家まで。いや、だからおまんじゅうじゃなくて。フールデさん、みぱー、君たちの遊びっていうのはいつもこんなに過激なのかい。あ、どうしたんだい、フールデさん。丸太が迫っているのです。それを先に言ってくれ。大丈夫ですか、富武さん。前原君、よかった、気がついた。ここは校舎の中です。富武さんには申し訳ないんですけど、次のゲームに移らせてもらいました。部活の快速でどんな状況にあってもゲームは続けなくてはならないので。ああ、僕は大丈夫だから。それで次は何のゲームを。これは麻雀ですが。いや、そうじゃなくて、どうして北条さん、竜宮さん、古出さんはあんな格好をしているの。ああ、コスプレですね。さっきの鬼ごっこで佐都子は全員捕まえられなかったので、罰ゲームでメイドさんのコスプレです。くー、火薬の量が少なすぎましたわ。レナとリカちゃんは捕まってしまったので。はあ、もうちょっとだったのに。油断したのです。レナはエンジェルモートのウェイトレス、リカちゃんは猫耳スクール水着です。これはちょっと刺激的じゃないかな。そうですか。ずいぶんオーソドックスな感じですけど。はあ、オーソドックスなんだ。次、ケイちゃんの番だよ。ああ、わかった。さすがに室内だから爆発とかはしなさそうかな。でも、なんていう緊迫感だ。これが本当に子供の打つ麻雀なのか、とても信じがたい。前原君、前原君、何ですか。何でもありません。鬼隠しまんじゅうなら教卓の上です。いや、おまんじゅうは今はいいや。前原くん、あんまり流れが良くないのかな。しかし困ったな、これじゃ取材にならないな。えっ、ケイチくん、レナの腕を掴んでどうしたのかな。このレナ、今イカ様をしたろ。してないよ。それより痛いよ、ケイチくん、痛いよ。手を離してよ。だったらその手を開いてみろよ。俺の目に間違いがなければチュンを握り込んだはずだぞ。レナ、イカ様なんてしないよ。だったら開いてみせろよ。信じてよ、ケイチくん。嘘だ。わかったよ、わかったから開くよ。でも。でもなんだよ。何もなかったら圭一くんどうしてくれるのかな。かな、100万払いなんて甘っちょろいこと考えてんじゃないでしょうね。だからね、手を離してよ、圭一くん。俺の負けだ。ありがとう、ケイチくん。ハウー、上がったよ。黒心無双、ハウー、かわいいよ。腕を上げたね、レナ。僕には分からなかったのです。くそ。
そー、確かに見えたんだけどな。自分を信じきれなかったか。まだまだ爪が甘くていらっしゃいますこと。ごめんね、ケイチくん。やれな、お見事。ケイチくんに褒められたよ。じゃあ次行こうか。ああ、富武さん、何ですか。おまんじゅうなら教託の上ってことは分かってるって。それより君たちはいつもこんな麻雀を打っているのかい。ええ、まあ今日は少しおとなしめかな。お客様がいらっしゃいますからね。みんなよそ行きなのです。そうだな、うんうん、みんな今日はおとなしいよな。そうなんだ。なんて恐ろしい部活なんだ。部員諸君、注目。どうした、ミオン。じゃ、じゃーん。この雑誌は何ですの。この前、富武さんに取材された我々の勇姿が掲載されている号が発売されたから買ってきたよーん。はぁ、みーちゃん、見せて見せて。結局あの時は全員コスプレする羽目になりましたわね。いい思い出なのです。あったあった。なになに。ひなみざわの子供たちの遊びを取材する中で、いまだこの村には昔ながらの遊びが残っていることに感激した。鬼ごっこやったもんな。私が取材させてもらった子供たちはけん玉や竹馬といった昔懐かしい遊びに夢中だった。レナたち竹馬なんてしてないよ。私が取材した岡村くん、富田くんは自分たちでこれらの遊具を作っているそうである。さすが田舎の子は侮れない。小刀であっという間におもちゃを作り上げていくのだ。なんだよこれ。私たちのことは乗っておりませんの。ちっとも乗ってないよ。どうなってるんだ一体。鬼隠しまんじゅうも一言も乗ってないじゃないか。あんだけ宣伝したのに。くさ。困ったな。しばらく姿を隠すしかないかな。富武さん。あ、しまった。富武さんってば。富武さん、逃げないでください。どういうことなんですか。俺たち全然出てないじゃないですか。ごめんみんな、本当にすまない。どうしたんですか。いや、一応君たちのことを記事にしたんだけど。どうしたんですの。編集部が信じてくれなくて取材し直したんだよ。そんな。ひどいのです。鬼隠しまんじゅうの紹介は。それはまた別の機会に。雑誌で紹介されるから売れると思って大量生産体制に入っちゃいましたよ。どうしてくれるんですか。そんなこと言われても。鬼隠しまんじゅうをちゃんと取材してください。さもないと富武さんが鬼隠しになっちゃいますよ。そんな、勘弁してくれよ。